今回はですね、ガンフロンティアの基板を購入したので、動作確認をしていこうと思います。で、今までね、ネオジオのカセットなんかでいつも箱がでけえでけえと文句言ってたんですけど、今回なんと箱をちょっとね、高さを落とした状態で送られてきました。まあ箱のサイズはね、もともと一緒なんですけど、まあこれ梱包する際に、箱の横の、こうですね、こう、ところに切り込み4箇所入れて、で、このラインに立って入れるとね、箱の高さを落としてサイズ小さくすることができるんで、まあそういう手法で箱小さくなってきましたね。でね、緩衝材がね、新聞紙なんですよね。まあせめて防ガスペーパーぐらいは使えばいいと思うんですけどね、まあちょっと新聞紙。まあ、言っちゃいいんですけどね。どうなのかなって気もしますね。で、こちらが、ガンフロンティアの基板になります。で今回も基板のみで、インストとか説明書はありません。でマザーボード付き、みたいなんで多分ねこのまま動くと思います。ちょっとね基板見ていきましょう。お、で今回若干不備があるということで、このねエッジコネクターの 5V の部分かな、3番がちょっとハンダで補強されてる感じですね。あとはどうだろう。邪魔コネクターの削れはないし、で、この、タイトの CR シールもね、M43 のガンフロンティアと K11 っていう、こっちもガンフロンティアなんで、まあ純正の基板ですね。リップスイッチは A の2番と B の156がオンになってるけど、まあちょっとこれなんだかわかんないんで、後で調べてみようと思います。この辺に若干ハンダの汚れがあるかなぐらいかな。あとはどうだろう。ここもちょっと汚れてるかなぐらいで、まあ、そんな深刻な状況じゃないと思いますね。ロムシールはすごい綺麗だし。で、マザーボードの方は、こっちは小マザーの方ですね。後半の方のマザーで。大マザーもね、1枚ぐらい欲しいんですけど、まあなかなか今大マザーが出てこなくて、小マザーばっかなんですよね。マザーボードの方も結構、こう綺麗で、こっちは特に問題ないかな。で、忘れちゃいけないのが、このボリューム。こいつをね、まあ、板に取り付けないから大丈夫なんですけど、先にちょっと絞っとかないと、邪魔をこっちで繋いだ時にね、まあ下になるんで、まあ一応こうやって、ひっくり返せばボリューム、操作できるんですけど、まあ最初にちょっと下げとかないとね、また爆音だとびっくりしちゃうんで、ここはちょっと低めにしときました。まあじゃあまあそうね、3番のハンダごて、ハンダ盛りぐらいしか特に問題はなさそうなので、ちょっとこれで動作確認してみようと思います。ガンフロンティアちょっと何年か忘れちゃったんですけど、多分90年前後だと思うんですよね、普通なんで。の、まあ、縦シューティングで2人まで同時でプレイできるタイプ。あと、連射でないのが上がるとかなんかあったような気がしなくもないんですけど、当時ね、少しだけ遊んで、まあ、ちょっと難しいかなぐらいで、
何面か途中までやって、まあその後あんまやってなかったんですよね。まあ、せっかくの機会なんで、ちょっと遊んでみようかなと思います。それでは、とっさチェックの方していきたいと思います。まあ普通のジャマなんで、そのままコネクター挿して動作確認ができますね。あ、一応このちょっとハンダーの部分も奥側だったんで、コネクター挿す分には影響なさそうですね。でこれシューティングゲームで縦集なんでね、あの画面の方、筐体の方は縦にさっき回転させてあります。じゃあこれでまずね、立ち上がるか電源入れてみようと思います。よいしょ。電圧はちょうどいいぐらいですかね。お、立ち上がった。お、問題なく起動してますね。あとちょっと音がどんな感じか、全然出てないんで、ちょっとボリューム調整してみます。音が出ないですね。ちょっともう一回立ち上げてみます。普通に立ち上がる。あ、出た。うるさい。ちょっとボリューム下げるか。普通にいけそうですね。でランクオンティは確かね、このおちっこい展開みたいのを拾っていくとボムがどんどん溜まっていって、ある一定数になるともう一発みたいに確かなるようなゲームだったと思いますね。で敵の弾がね、若干遅いのがまだいいかなと。でもあいつの大砲の弾早いな。おお、ハイブレってくる。この10円みたいのを取っていけばパワーアップ、あ、パワーアップしましたね。ここを取ると多分1段階パワーアップじゃないかな。おお、突っ込まれる。戦車が火炎放射してて嫌ですね。まあ時期が若干遅めかな。まあでも弾がそんな速くないんで、結構避けやすい方かもしれないですね。パワーアップね、どこまでしていいのかとか止めなきゃいけないのかちょっとわかんないんですよね。あ、さすがに至近距離はダメか。多分一面ボス。おぉ、派手に来ました、ね。
まあ、こんなゲームで、普通の縦シューっちゃ縦シューですかね。うん。おー、弾が見づらいな。まあ、ちょっと嫌な打ち方する。まあ、ちょっと異色のシューティングっぽいですけど、まあ、正当派なのかな、でも。あとなんか後半になると敵がなんか横からいっぱい出てきて、あ、やだなっていうイメージがあったんですけど。で、この頃の流行りのね、やっぱあの、拡大縮小機能というか、な、これでかいのは上にいるような感じで、もっとでかいのももっと上にいるような感じで、あ、で、縮小されて降りてくるみたいな表現がありますね。そうね、何面まであるかわかんないんですけど、まあこれもちょっと練習して、どこまでいけるかやってみたいと思います。まあ先輩にね、ちょっと自称ガンフルおじさんがいるんで、まあちょっとその人にでも聞きに行ってやっていきたいかなと思います。うん。まあ無事に動いて問題なさそうなんで、これで今回の動作検証は終わりにしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。おっとっとっと。